終わりに集まってカラオケボックス行ったり、お仕事の前に集まってカラオケボックス行ったり、そう昨日もチーム4公演だったから2人がいたから、私劇場までね行って、劇場のみんなが来るまでに3人で歌って練習したり、うん、そうめっちゃ隙間時間を縫って練習しました。ユニットメンバーは私とミッサーとなるみさんです。そう、しかも一番最初だったんですよ、そのユニットの、あの収録するのが私たちが一番最初だったから、そう15組いるんだけど一番最初でした。小田なるみさん、いやエリナルミッサーね、私のことをさ、なんかみんな小田さんとかって呼ぶけど、私小田エリって呼んでください。うん、私今回も最初だったのかい、だって今回も、いやいつ最初だったのかな、逆に。小田って呼び捨てされるのめっちゃキモい。キモい。誰？そう。今週の毛利さんの予告のお題に笑っただって。嘘。見てみる。そう、私出てるんですけど。見てみよう。予告？何？予告で私笑うとこあったかな？私予告映ってる？え、映ってないやん、あんま。笑うとこあった？どこだろう？でも嬉しいです、とりあえず笑ってくれてありがとうございます。で、サイクルジャムの準備はできた？だってまだです。てかタイってあったかいのかな、もうタイにいる人いないですか、ここに。明日フライトするだって、今日めっちゃ風強くなかった？強かった、めっちゃ30度ある。明日出発するだって、あったかいよって、めっちゃ暑くて笑ってる。明日向かいますだって、みんな半袖で行ける。え、半袖？あのさ、コート着るじゃん日本では。でタイに行った時にさ、え、どうしたらいいんだろう、コートは着ていっていいんだよね、家からさ、もうタイまで。暑すぎるだって。タイについては T シャツになれる感じ。そんな暑いの？蒸してはないらしい。じゃあみんなタイに行く人はどういう感じで行くわけ？半袖で行くですか、日本から。飛行機寒いから来てるけど着いたら星、うん、降りてから着替えます。パーカーで行く、電車寒い。どう、夏服？え、難しい。ウィンドブレーカー、着いた途端30度。じゃあ日本で我慢すればいいのかな。どうしたらいいんですか。
なんか今回マジで何も分かんなくて、なんか本当大丈夫かなって思う。なんか本当に私はタイに行けるのかなっていう、うん、難しいな。めっちゃ久しぶりの海外だ。コメ欄で体調を入れてとても助かりますだってね。本当にどうしよう、何持っていけばいいんですかね。タイって一応ポテチは買いました。ポテチは買った。お菓子とかも買いました。ちゃんとで、なんか私1月にね占い行ったんですよ、ひななと鎌倉に。で占いした時に、あなたなんか2月から立春から占いの運勢が変わるからみたいな、あなたは2月から運勢がすごく悪いですって言われて、えって、私2月からタイに行くんですけどって言ったら、えみたいな感じで言われて、パスポートをなくしますって、あなたは首から下げなさいって、パスポートを首から下げなさいって言われたので、あの絶対にもう2月初めにお祓いに行きなさいって言われたの、厄払いに。そうで、やばいって思って、それをね昨日お母さんに言ったんですよ。あのさってこう言われたんだけどみたいな感じで言ったら、え明日厄払い行くみたいな感じになって、いや明日仕事だから行けないってなったら、お母さんが今日あのね、あの厄払いのねお守り買ってきてくれた。神社まで行ってお母さんが身代わりになって、あの本当遠くの神社まで行って、あのお守り買ってきてくれて、これは財布に入れる用のお守りとって、身につけるようにお守りとって、そう買ってきてくれました。であとパスポートを首から下げるなんかケースみたいなのも、ケースと紐も買ってきてくれた。そう、代理で言ってくれました。なんかやばいですマジで。だから本当に何もなくタイから帰れたらいいなって思います。身代わり不動だって。そう、身代わり不動みたいなお母さん言ってた。身代わり不動、そう身代わり不動っていうなんか有名な神社があるらしくて、でもそこ水曜日お休みだったらしくて、違う遠い神社行ってた。すごいガチ。スマホ気をつけてね、袖ポッケに入れるのはダメだよだって。え？ダメなの？え、もうやばいです本当に、どうしよう、大丈夫かな、心配。お腹壊さないようにね、私お腹めっちゃ壊しやすいからマジで気をつける。だからポテチとか買った。
友達海外でスマホすられた、え、私スマホすられたらマジ人生終わる、泣き崩れてもう無理なんですけど。無理無理です。全部首から下げるって首終わっちゃいます、私の首が。うん、首がへし折れるまで大丈夫で、めっちゃ楽しみ。でもタイ、タイ初めて行く。まずスーツケースを間違えないようにしないと。スーツケースピンクにしなさいって。ピンクのスーツケースは卒業しました。昔めっちゃずっとピンクだったんですけど、昔買ったやつだったから。でもめっちゃね、あんま使ってないからめっちゃ綺麗で頑丈でめっちゃ気に入ってたけど、さすがにもうピンクは使ってない。タイのバナナチヂミ美味しい。美味しそう。おだいりちゃんって記憶力すごいのね、ロガール見て思いました。あ、そう、ロガールね。なんかさ、ロガールのさ、エイトがやらねば誰がやるだっけ、なんだっけ、その番組でなんかクイズみたいな、 AKB のチームメイトの今までのコンサートタイトルを当てるみたいなクイズで、私が一番本当はポイント高かったのに、スタッフさんの集計ミスで七瀬が優勝みたいに収録でなっちゃってて、後からちゃんと計算したら私だったんですよ本当は。でも私本当に絶対私だと思ってたんです、その時は。でめっちゃ悔しくて、それがその日のメールに悔しかったって書いた、普通にそう。でも そんな、なんかすごい気まずい。なんかそんな本当の優勝みたいなソロ番組とかめっちゃ気まずいし、うーんって思ったけどうん、本当になんかコンサートとか結構自分見てるんですよ、チームメイトの過去の映像とか。そうだから、まあそこら辺はメンバーには負けないかなって思います。うんうん、うん、お、15分経った。じゃあそろそろ配信終わろうと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。
では今日は朝から早かったので、ね、寝ます。では最後におランキングを見ます。いきます。クアパーとグンマニア、ジョトサーと同じファネル、中堅カホ、日野と YSL さん、あとエリちゃん、きっと大丈夫です、ユミユミ旦那、ソニー、マッカーシー、あとおだし、まあ、あとおだし、シンゴ、ミヤちゃん。今日はちょっと順位言わないスタイルでやってみた。どうですか？はい、じゃということで皆さん、いい夢見てください。ではおやすみ。